マエストラーレは、イタリア海軍のマエストラーレ級、フリゲート一番艦。艦名は、北西の風を意味するイタリア語に由来する。マエストラーレは、リューニティ造船、リバトリゴソ造船所で建造され、1981年2月2日に、浸水、1982年3月7日に、収益する。1九十七年に、北、大西洋条約機構の下で、 北ヨーロッパ各国海軍と共に活動し、イギリス近海にて、ボースと演習を実施する。これ以前は、ペルシャ湾岸作戦2号、シャープビジランス作戦、シャープフェンス作戦、シャープガード作戦、このうち、後者3つの任務は NATO による、ユーゴスラビア紛争への対処作戦のために、アドリア海に展開していた。21世紀入ると、普及の自由作戦、 アクティブエンデーバーストロングパトロール作戦に参加する。ソマリア沖の海賊に対処するため、第1 5 5合同任務部隊に参加中の2009年5月5日に、不審船に襲撃されようとしていたイタリア石ガス、運搬船、ネバーランドを救援するため、関西ヘリコプターを向かわせた。この他にも、船舶の護衛に携わる。アタランタ作戦にも参加している。 老朽化と予算削減に伴い2015年12月15日に退役した。ありがとうございます。